ドリチーです。僕の家族が乗っているインプレッサスポーツの新車装着タイヤブリヂストンのテュランザ T001 をピレリパワージーという2022年発売の最新モデルに僕が手組みで履き替えました。有名タイヤメーカーなのにすごく安いんです。ピレリのメーカーサイトでは総合評価80点で、しかもエコ？タイヤってこっちを立てればあっちがこけるという相反する要素の対立の中で成り立つものなのに、安いタイヤで本当にそうなんでしょうか。僕が8日間半分が高速道路走行の約 200km を走行して感じたレビューをお届けします。ピレリのパワジーというタイヤがどんな製品なのかを見ていきましょう。イタリアの名門タイヤメーカーのピレリですが、2015年に中国資本によって買収されたことで有名です。グローバル企業であるピレリは世界中で製造工場が24もあることが確認できる生産体制ですが、パワージーという新モデルは中国の山東省西寧市の工場で製造されたことがタイヤの刻印からわかります。また僕のタイヤは同じ刻印からわかる製造年月日から購入日の1ヶ月前に製造された新品ほやほやでした。タイヤ業界では製造後3年以内の販売であれば問題なしと言っていますが、ゴム製品であるタイヤですから古いものより新しいものが来てほしいですよね。パワージーは2022年発売なので、そんな古いタイヤをつかませれる心配がないっていうのも安心材料です。それとこのタイヤの外側面には新品タイヤによく見られる黄色い丸い印がありませんよね。タイヤは完全に均一のものを作るってことが難しいので、一番軽い部分に黄色丸印がついているんです。まあ必ずついているっていうものでもないんですが、ピレリともあろうものがなぬって思ったので、ピレリジャパンに質問したらこんな回答が返ってきました。なんだろうなって思ったんですが、後々にこれがおおそういうことかと思いっきり合点がいっちゃうんです。ちょっと覚えておいてくださいね。パワジーを紹介しているピレリの公式ウェブサイトを見てみましょう。高いウェットグリップとブレーキング、ハイドロプレーニングが起きにくい、転がり抵抗が小さく燃費がいいエコタイヤって書いてあります。エコタイヤってだいたい走行性能が悪いんですよね。それと高い快適性、音が静かとか乗り心地がいいってことかな。ふにゃふにゃ腰砕けタイヤによくある宣伝文句ですよね。ところがです、次のページのこれパフォーマンスってとこに各性能ごとに横棒の長さで優劣がついています。上2つは普通、真ん中2つは劣る、下2つはだいぶいいってのはわかりますが、比較対象がないので普通はこれ見たってなぬって感じですよね。ところが僕には比較する対象があるんです。僕のフォルクスワーゲンゴルフ7に2020年1月から履いているチンチュラート P7 です。当時は4本で 32,613円で買えました。今は2倍ぐらいに価格が跳ね上がってます。足がとってもいいゴルフ7ですから、タイヤは多少妥協してもいけるでしょうって安さに目がくらんだってわけじゃないんですが買ってみたんです。履き替える前のタイヤ単品はサイドウォールが柔らかくて、あちゃこりゃダメだって思っちゃったんですが、履いて走ってみるとすごいいいんです。僕はこの P7 に3回助けられています。元々のタイヤはフランス製のブリヂストンテュランザ ER300 を新車が履いていて、それはそれはいいタイヤだったんですが、そのテュランザと同等の素晴らしい走行性能なんです。そのチンチュラート P7 にも先ほどの同じ
パフォーマンスグラフがあるので見比べてみましょう。上がパワジー、下がチンチュラート P7 です。僕が素晴らしいって言っているチンチュラート P7 をパワジーは寿命の一つだけを除いて全ての項目で上回っているか同等なんですよ。しかもパワジーには P7 にはなかった転がり抵抗っていう項目が増えていて、それがすごいよっていうことでパワジーはエコタイヤとして登録されているそうです。この横棒グラフは10本中何本っていう評価なので100点満点に数値化してみましょう。全部を平均した得点はパワジー80点、 P7 が74点でパワジーが勝ってます。僕が重要視する赤字のドライ、ウェット、スポーツの3つに限定するとパワジー76点、 P7 が70点とやはりパワジー優勢です。まあこれは新しいタイヤにいいこと書いて売りたいっていうメーカーの思いが出ちゃってる可能性がありますが、事実とかけ離れすぎると信頼性なくなっちゃいますから、ある程度は信じたいです。タイヤにこんな刻印があるのをご存知でしょうか。これはアメリカの UTQG という基準による評価の結果です。トレッドウェアは耐摩耗性能、どれだけ摩耗しないか、またはどれだけ減りやすいかです。数字が小さいほど減りやすく、大きいほど減りにくいってことです。多くの場合でこの数字が小さい方がグリップが高いんですが、必ずしもこの摩耗率とグリップは比例しません。パワジーと P7 でも逆転していますね。トラクションっていうのは濡れた路面での牽引性能、 AA が最高です。テンパラチャーっていうのは温度上昇に対する抵抗性能です。 A が最高です。この2つでもパワジーと P7 は最高評価を獲得しています。こうして2つの評価、手前味噌かもしれないピレリとアメリカの UTQG を見る限り、パワジーは多くの性能項目で高性能だと言っています。こういう本当なのかなっていう全部優等生っていうタイヤはブリヂストンのレグノとかミシュランのパイロットスポーツがありますが、とっても高価ですし、このタイヤサイズはラインナップがありません。さて冒頭でパワジーが安いって言っちゃってますが、1本4000円や5000円で買えるっていうようなわけではないので説明していきます。安いか高いかは人によって違うのであれなんですが、僕がパワジーに対する期待というのはほどほどの高性能とほどほどの安さです。今回僕が買ったパワジーは4本で31,202円、1本あたり7,800円でした。では同じようなほどほどの高性能な他のタイヤの価格を見ていきましょう。我が家のフォルクスワーゲンゴルフ7で履いている同じくピレリのチンキュラート P7 です。インプレッサに新車で付いていたテュランザー T001 です。この2本以外、ミシュラン、ダンロップ、横浜、グッドイヤーと6本を見てみると、ピレリのパワジーが文字通り桁違いですよね。僕はフォルクスワーゲンゴルフ7のピレリチンチュラート P7 に3回助けられたと言いましたが、僕が乗っている三岡01に履いているブリヂストンポテンザ RE71R のブレーキング性能に助けられたシーンをご覧ください。タイヤ業界は今エコタイヤ全盛期です。燃費がいい、寿命が長いっていうタイヤですが、僕はすごく疑問です。タイヤって乗ってる人の体、命がかかっています。もちろん車自体や他の人、物にもです。タイヤに求める性能に燃費がいいとか寿命が長いっていうことじゃなくて、運動性能、走行性能に目を向けてほしいと思っています。今回買ったパワジーを僕は自作の工具だけを使って手組みでタイヤをはめ替えしました。この作業を始める前に
単品のタイヤを押したり踏んだり触ったりこすったりするんですが、このパワジーはサイドウォールがとても強固で硬いんです。手組みはめ替え作業を始めるとサイドウォールだけでなくビードがすっごく硬くてホイールにはめ込むのにアヒアヒです。普通1日あればタイヤ4本のはめ替えができるんですが、1日2本やるのでいっぱいいっぱいでした。僕の自作工具は曲がるし壊れるし、パワジーの一匹狼の筋肉ムキムキには驚いちゃいました。僕が今まで手組みしたタイヤの中で間違いなく最強のビードです。僕はホイールバランスを自分で取ることはできないので、タイヤ専門業者に行ってバランス取りをやってもらうんですが、そこで驚きのパワジーの姿が明らかになるんです。バランス取りをやってもらってる近所のタイヤ業者さんがここです。今回 YouTube への作業シーン掲載を心よく OK してくれたイーストガレージです。タイヤのことならどんなことでもやってくれちゃう超テクニシャンですよ。普通の車からフェラーリも OK、 他のタイヤ屋さんで断られたやんちゃなオーダーもバッチリ OK です。お、右後輪00でした。へー、すごいな。まあ15だけど、バランスいいですね、全体的に。ああ、ほんと。ほんとだね。一番大きくて、この15g? そうですね。へー。まあ、10とか、まあ、0とかだったら、これが、そうですね。いいですね。そうか。いや、同じピレリって言ってもさ、中国製造とかだからどうかなとは思ったんだけどね。いいね。イーストガレージは東洋タイヤの特約店のようで、最近の東洋タイヤでは日本の手作業の工場製造のタイヤより中国工場の全自動の機械ロボットが作ってるタイヤの方が製品精度がいいという話をしてくれました。つまり製造している国で違うというより、その工場が古い設備で製造しているのか最新の設備なのかによってタイヤの精度が全然違うということでした。バランスは1輪が奇跡の 0g、 2つが 10g、 1つが 15g でした。作業代金は1輪770円ですが、ちょっぴりおまけしてくれました。ありがたいお話と丁寧な作業、イーストガレージありがとう。例のタイヤの一番軽いところにマークされる黄色の印がない理由がはっきりしました。製造精度が良い上にばらつきがないことから、多分自信を持って経点の計測マーキングの工程をやめたのでしょう。恐るべしの中国ピレリです。今回のピレリパワジーのタイヤ交換の総額です。タイヤ4本は31,202円、バランス調整は3,000円、フルタイヤは1本330円なので1,320円、合計35,522円でした。チェーン。走行シーンの音ですが、 GoPro は音がこもり気味で、スマホは自然な感じ。機材による癖がありますのでご承知おきください。明るい映像の方の音を出しますね。まずはタイヤ交換前のスバルインプレッサスポーツ新車装着タイヤのブリヂストンテュランザ T001、 とにかくひび割れが多いです。新しいピレリパワジーの走行との比較のために撮影したものです。以前に乗った時と今の状態の違いを2つ、感じました。1つ目はロードノイズです。以前乗った時には
ロードノイズがここまであったかなというちょっと記憶もまあ定かではないんですが、少しロードノイズが大きくなってるんじゃないかなというそんな印象です。今車速は70キロぐらいです。2点目に注目してみてください。と言ってもなかなか運転している本人以外は分かりにくいのですが、少しステアの中心付近の曖昧さが出ているかなという。お待ちかねの新しくピレリパワー G を履いたこのインプレッサスポーツを走らせてみましょう。あれほど優等生みたいな評価を打ち出しているこのタイヤがどんなにいいのか、どんなボロが顔を出すのか、行ってみましょう。テスト走行の半分、約 100km ほどが一般道なんですが、いいというか、ちょっとつまんないというか、悪いとことか、気になるとこが何にもないんです。グリップ感はちゃんとあって、ロードノイズはこれといってうるさくない。乗り心地はしっとりしっかりしていて、段差の突き上げでガツンとくることはないし、跳ねるってこともなし。あのサイドウォールが硬いなっていうところから想像していたタイヤの硬さってものは何一つ感じられません。それどころかしなやかにたわんで、いろんな路面のギャップをうまくいなしている感じです。一般道走行では何も起きなかったので、高速道路に行ってみましょう。さあ高速道路です。カメラは GoPro です。タイヤのいろいろな機能性能を検証しますが、一般道走行のおおむね悪そうなとこがないのではという結果から、まずはロードノイズに注目します。特に僕はロードノイズのことを云々しますが、それには理由があります。ロードノイズって車走らせてる時ずっとずっとここにあって、しかも逃げる方法がないんです。短時間の街乗りなら気にならなくても、長時間走行や1日2日3日のお出かけとなると鬱陶しいことこの上なしだからです。勘違いしないでほしいのですが、車を走らせればタイヤの音っていうのは必ずします。高級車のように遮音材がいっぱいの車は音量自体は小さくなりますが、このインプレッサスポーツのように遮音材の少ない車ではそうはいきません。では僕が着目するロードノイズとはどんなものでしょう。一つ目は特定のスピードとか特定の道路舗装で出るロードノイズです。一般道では出ないのに時速 100km 毎時になると出るとか、とある舗装の区間になると出るとか、そういうやつです。二つ目は特定の音域や特定の音色のロードノイズです。わかりやすいのは、雪や凍結してない舗装路をスタッドレスタイヤで走るとモーとかムーとか魔行の音、サーとかソーとか作業の音がしますよね。長いカーブを曲がってる時にもよく出ます。悪い例としては、高速道路走行で時速 100km 毎時になると必ずモーとかソーとかウーとかが出るっていうような状態です。では聞いてみましょう。同じ区間を GoPro とスマホ両方で撮っています。いろんなスピードで走ってみましたが、気になるロードノイズは全く発生しませんでした。路面の切れ目のゴンっていう音や、眠気防止のドロロンドロロンっていうところでも、音量や音質は良好でした。それでは、走行性能、運動性能です。
できることは限られるので、あれもこれもというわけにはいきませんが、以下の1番から5番のようなことを検証できました。まああれこれやっているところをお見せすると、むって思われるのもあれですから、2つのシーンをご覧いただきましょう。ちょっとハンドル振るよ。いい感じだね。というわけで全ての検証が終わりました。走行性能、運動性能で僕ができる緑色の1から5はいい感じの結果となり、最初に検証した青色の6と7もいい。自分の車じゃないっていうのと天気のあれなどで黄色の8から11は今回全く検証できていないってとこはありますが、しかしこれらも勝手な期待を込めて予想するとかなり良さそうな感じがします。ブリヂストンのレグノやミシュランのパイロットスポーツみたいに相反する機能性能がみんな優秀っていうタイヤとまでは言ってないにしても、ライバルのタイヤの約半分の価格で買える安いこのタイヤにしてはすごいパフォーマンスだって僕は思いますよ。買ってよかったです。パフ、いかがでしたか。1本7800円で買えるピレリパワジー、バランス調整が不要な高精度な生産精度や、マジ本当すかっていう優等生みたいな性能の数々。僕のフォルクスワーゲンゴルフ7の次のタイヤはピレリパワジーに決定です。いつもドリチーファンズをご覧いただきありがとうございます。ドリチーでした。じゃあまたねー。